ベンマ製材、木質ペレット製造販売、住宅の気密測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売の串間商店です。コロナ禍によってですね、恩恵を受けた会社、また煽りを受けた会社、様々だなというふうに思います。今朝の新聞ですけども、 JR 東東海、初の赤字転落、それに引き換えまして、ソニーはですね、巣ごもりによってゲームの需要が大きく増えたということで過去最高益というようなですね、そんなあの報道がありました。まあ、全てがダメになるわけじゃなくて、コロナ禍にの生活に、新しい生活に合った業界っていうのは、まあ、業績が伸びているというですね、本当に格差が出ているという、まあ、そんな印象を受けました。ベイマツ製材のこと、モックスペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売に関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。